にゃにゃーん、どうも、こんにちは。シュン TV シュンのシュンです。シュン TV シュンのラジオトーク、イェーイ。第176回、パート176、2020年10月8日のラジオトークです。8日のね、ラジオトークです。ということで、8日ですね、8日。8日のラジオトークです。ということでですね。今日のラジオトークなんですけど、今日のラジオトークは何するんだってことなんですけどね。ですね、ね、まあことなんですけど、スペシャルウィークのね、ちょっとお知らせ的なものをね、このラジオトークでやろうかなと思います。イエーイということです。あれ、いつもとテンション違うんじゃねとかね、思うかもしれないんですけどね。まあそうです、テンションいつもよりねちょっとね高いかな、違うかな、昨日のせいかな、昨日のせいだねってことで、ことなんですけど、ちょっとねラジオって間違えた、スペシャルウィークのねお知らせします。はい、まずね、開催時間はね、多分ね、来週の月、火、水、木、金、土、日、だと思います。だと思います。多分ですよ、多分。で、それはスペシャルウィークではですね、まあ、1日日本の動画投稿するかわからないけど、まあ、するかもしれないっていうのがあるし、まあ、生配信もね、ちょっと、いつもより長い時間やろうかなっていう感じの、まあ、感じになります。で、もしかしたらですね、もしかしたらプレゼント企画の予定はないけど、もしかしたらあるかもしれないような、ないかもしれないような、よくわかりませんって感じでね、感じになってます。でね、まあ、スペシャルウィーク中にね、ある目標のね、目標の数達成したらね、けどあるかもしれません。まああるかもしれませんことね、まあスペシャルウィークなんですけど、ちょっとスペシャルウィークね、どれか一日ですね、フォートナイトじゃなくて他のゲームね、生配信ねやりたいなと思ってるんですよね。なのでそのことも考えますとかね、まあそのうち出すかなと思うんですよ、よろしくお願いしますってことでですね、今日のラジオトークはですね、スペシャルウィークのことについて話しましたということで、まあ、ね、まあ多分来週の月曜日ぐらいからね、スタートします。最初の月曜から、まあ、日曜。それかね、もしかしたら今週の日曜。今週の日曜から、来週の土曜でっていう感じになるかなと思うので、よろしくお願いします。ってことで、今日のラジオトークはこの辺で終わりでございます。なんかもう、最後でですね、ありがとうございました。